皆さんこんにちは、ガジログです。今回はレドミーボッチ3アクティブの初期設定の方法をご紹介したいと思います。すべての項目をご紹介するわけではありませんが、ざっとね、使えるところまでの流れということになります。ちなみに使いますアプリはシャオミが提供していますこのミーフィットネスというアプリになりますね。今回は Android 版を使いますけど、まだダウンロードされていない方はアプリストアからインストールされてください。そして最初にですね、アカウントを作る必要もありますので、そちらの方もあらかじめ作成をお願いいたします。というわけでね、早速やっていきましょう。本日も行ってみましょう。まず本体のこの電源を入れないといけませんので、このサイドボタンですね、ここを長押しをします。はい、しばらくするとブルーっとね、今バイブが振動しました。そうしました画面がね、こんな風に出てきましたね。まず最初に言語を決める形になります。日本語出てきました。他にも言語がこのようにたくさん入っていました。ではこれから日本語を選んでいきたいと思います。そうしましたらね、この QR コードが出てきました。この状態でもいいんですが、もうこのね、Mi Fitnessを立ち上げていただいて、このデバイスっていうところがあります。これをタップしますと、これをね、デバイスの追加っていうことになりまして、これを押します。そうしますと QR コードを使うかどうかっていうのはね、ここで判別することができるんですけど、まずデバイスを今検索してくれています。ここで出てくれば簡単なんですけども、今ね、やっと出てきましたね。もしここで Redmi Watch 3 Active が出てこなかった場合は、モデルを追加を選んでいただいて、そこから探していくって形になります。今回はこの表示が出てきましたので、ここをタップしてペアリングの方していきたいと思います。このようにね、すぐにペアリングリクエストが出てきました。まず、レテンを押します。そしてこちらはね、連絡先と通話履歴のアクセスを許可をするをタップして、ペアリングを押します。これで、ペアリングがもう完了してしまいます。ウォッチの方はこのようにホーム画面に移行しまして、アプリの方もこれでいいですかということになりましたので、とりあえず今回は完了を押します。そしていろいろね、注意事項が出てきますが、続けるを押します。これでほぼ完了になりましたよね。まずサイドボタンを押すとこうなりますよって説明があります。そしてウィジェットっていうのもありますよと、ホーム画面から右の画面に移行するとこんな画面出てきますよと説明がありますね。そしてクイックコントロールっていうのもあると説明が出てきました。上から下にスワイプすると出てきますよと出ていますね。そして下から上っていうのもありますね。で、完了をします。通知をオンにすると出てきましたね。これはスマートフォンから飛んでくる通知をこちらで受けますかっていうことになりますけども、スマートウォッチ購入したらね、そういった機能便利ですので、使いたいところになります。上はすべてってありますので、通知がスマホに来た通知を全部こちらに送ってきてくれるっていうことになります。もしくは通知を選択っていうのをタップしますと、欲しいものだけ通知を選ぶことができます。そして次に着信時に連絡先名を表示するとあります。今回私は便宜上ですね、やっぱ相手先の名前も自分の登録者通りに表示してほしいので、アクセスの許可を押してみたいと思います。そしてシステム情報を同期とありますね。スマートフォンで DND を同期するとありますが、 DND って何なのっていうことだと思いますけども、いわゆる邪魔をしないでくださいっていう機能になっています。 DND をオンにしますと自分の設定した時間に通知が来なくなったりします。そういった機能とこのウォッチ自体の機能を同期させるかっていうことですね。私はですね、いろいろこれまで使ってきた中で同期しない方がいいなと思いましたので、個人的にはオフにしています。ということで、今一通り最初のステップが終わりまして、こういったね、ホーム画面になりました。では、この状態になりましたら、必要最低限にはなりますけど、初期設定を進めていきたいと思います。文字盤の管理っていうところがありますが、この文字盤を変更する方法をご紹介できればと思います。この文字盤を管理をタップします。このオンラインっていうところに、ここからダウンロードしてインストールすることができるようになっています。ちなみに今、標準で出てきましたのが、こちらの文字盤になりますが、画面を長押ししますと、こんな感じのものも入ってますよと教えてくれていますね。全部で3種類入ってますね。今ね、変えてみましたが、いかがでしょうか。そして、この中から別のものもインストールすることができます。結構ね、いろいろ使えそうな文字盤も多いんじゃないかなと思います。ではですね、この文字盤、ちょっとナイキっぽい感じもありますが、これをね、適用してインストールしてみたいと思います。はい、アップデートインストール中と出てきました。ワンタップでここまで行きますので、すごく簡単ですね。
はい、ぐるっと震えまして今適用中になりまして反映されました。これすごいかっこいいですね。このブラックボディにこのアナログのね文字盤、ナイキ風になりますか、すごいかっこいいなと思います。こんな風にして文字盤を反映させることができます。着信とありますけども、スマートフォンに電話がかかってきた時に通知が欲しいかっていうことになりますけども、 Bluetooth 2 は対応していますので、この辺はね両方ともオンにしといた方がいいんじゃないかなと思います。そして心拍数の設定になりますけども、これは連続モニタリングを自動のままでいいと思います。スマートウォッチの方にすべてその測定に関してお任せにしておけばいいと思います。またこちらにね睡眠測定とあります。これは標準設定ではオフになっていましたので、必ずオンにしといた方がいいと思います。そうしないとねスマートウォッチをつけている状態で睡眠測定してくれませんので、これは必ずオンにしておくといいと思います。バッテリーの減り影響ありますよとありますけどね、この辺はねちょっとどうしようもありませんので続けるにします。そして血中酸素レベルとあります。 SPO2 の測定をしたい場合は終日トラッキングになりますけども、ご自分で決めていただければと思います。個人的にはオンにしてあります。そしてスタンディングとありますけど、これは立ち上がることをリマインドと出ていますが、1時間座りっぱなしの場合に立ち上がってくださいねって通知が欲しいかどうかになりますね。個人的にはもうずっと今オフになっているんですけどもね、必要な方はオンにされてください。そしてアラームですね、やはり次の日の朝これ設定しておかないとブルブルって効果音で教えてくれなくなってしまいますので、これは設定をお願いいたします。追加、何時に起きますかということですけども、明日の朝もし6時に起きたいのであればこのように設定をします。そして繰り返しのところが1回のみになっていますので、毎日なのかもしくはカスタム、これは何曜日を設定するかということですね。平日だけ朝6時で良ければこのように設定して続けるをタップします。そして保存ですね、このように平日の朝6時設定されました。そして土日だけ別の時間に起きたい場合、また追加でその時間を設定することができます。じゃあ土日はね少し遅めとして朝8時、そして繰り返しのとこはカスタムで土日を選んでいただく形になります。保存しましたら平日と土日を分けることができるわけですね。そして個別に今週はいらないとか、このようにオンオフこの状態からもできますので、とりあえず設定して作っておくってことがいいんじゃないかなと思います。そして天気になりますけども、標準設定ではオフになっていましたので、これはオンにしておいた方がいいと思います。オンにしますと自分の住んでいる地域名などが出てくると思いますので、そちらを選んでいただければと思います。そしてウィジェットとありますけどね、これ結構込み入った設定になっていますので、また今後ですねこのおすすめ設定の方でご紹介していきたいと思いますので、今回は割愛させていただきます。そしてアプリを並べ替えるもそうですね、こちらも結構カスタマイズしがいのある部分になりまして、これをいろいろ変更していきますと本当に使い勝手向上していきますので、また今後ご紹介していきたいと思います。ということで、ざっとアプリでできる初期設定についてご紹介しました。では今度はですね、このボッチン本体を使って初期設定をざっとやっていきたいと思います。先ほどからご覧いただいていますが、画面がすぐ消えてしまうんですね。この標準のままですと画面がすぐ消えてしまいますので、使い勝手が非常に悪いわけです。このホーム画面の下から上にスワイプしていただくと、この右側の部分にこのギアですね、ナットみたいなマークがありますので、ここをタップします。この設定の中に入りまして、このディスプレイっていうのがあります。この画面のオン時間とありますけども、20分間を選びますと画面が点灯しっぱなしになりますよとありますね。そうしますといちいち画面が今暗くなりませんので、一時的にこの機能を使わせていただきたいと思います。そして次に結構重要になりますね、2回タップでスリープ解除とありますね。これ今オフになっていまして、オンにしておきたいと思います。これもバッテリー駆動影響ありますよと出ていますが、オンにしておきたいと思います。そうしますとどういうことになるかというと、先ほどからですね画面をこのように触っても点灯しないんですよ。これ結構不便ですよね。今回はこの機能ですね、このように2回タップすると点灯させるっていう機能になりますので、これはやっぱり便宜上やっといた方が便利かなと思います。もしくはこのように画面をつけるときはサイドボタンを押してつけるか、もしくはですねこのように腕を上げて点灯っていうね、この3つの方法がありますので、これも覚えておくといいんじゃないかなと思います。そしてですね、ちょっと戻りますが、オーティスリープっていうのも今オンになっています。これどういうことかっていうと、これオンに今なっていますと、このように覆いますと画面が消えます。オーティスリープをオフにしますと、
消えなくなります。これもね、使う方によってオンかオフか選んでいただければと思いますが、個人的にはやっぱりね、オンにしておいた方が便利かなと思っています。そしてサウンドとバイブレーションとありますけども、通知の音量を設定できます。このようにね、通知の音量を変えることができます。またここでバイブの強さも調整できます。今強いになっていますね。今標準にしましたが結構強いですね。で、この強いにしますとさらに強くなるのがわかります。はい、どっちも強いんですが、強いは最強かなというぐらい強いですね。これ結構ね、バイブの強さが弱いスマートウォッチって意外と多いんですけども、シャオミはね、昔からこのバイブ系統を強めで設定してきてくれるの嬉しいですね。そして最後に補足になりますが、これは覚えておいた方がいいんじゃないかなと思いまして含めさせていただきます。もし困った時ですね、このシステムっていうところがありますので、こちらを見てみます。例えば挙動がおかしい時とか、もしくは何かね、通知がなかなか来ないなとかですね、おかしいな挙動が見られた時に、まず再起動をやってみるのはいかがでしょうか。いつも困った時はまず再起動からっていうふうに思っていまして、これをタップするとまた再びね、リフレッシュしてくれるわけですね。これでもダメな場合ですね、ファクトリーリセットとありますが、これはL初期化になりまして、最初の買った時の状態に戻って言語設定から再設定ということになりますので、ちょっとめんどくさいんですけども、困った時にはとりあえず役に立つと思いますので、この辺ね、覚えておくといいんじゃないかなと思います。それでももしね、トラブルなどを含めまして困ったことがあったら、やっぱり公式のサポートに問い合わせるっていう、そういった流れになると思います。ということでですね、初期設定が一通り終わりまして、ようやく使い始めることができると思います。画面もね、意外とこれお値段の割にすごく綺麗で、なかなかこれは優秀だなと思います。そして上から下にスワイプすると通知、またサイドにこのようにスワイプすると各機能にね、アクセスできるようになります。また一晩ね、睡眠すれば睡眠のデータなどこの辺りに出てくると思いますので、とりあえずね、1日使ってみていただければと思います。また運動などですね、ワークアウトなどされたい場合は、この黄色のマークで屋外ランニング今設定されていますけど、このようにして Go を押せば、このようにね、スタートすることができます。ちなみにこちら GPS は内蔵されていませんので、スマートフォンと一緒に持ち歩けば、スマホの GPS を連動させて地図上にね、走った場所などをマッピングすることができます。ただこれ単独で走った場合ですね、ウォーキングなどを含めまして、その場合は地図上にどこをね、歩いたのかとか走ったのかということは表示されませんので、そのあたりはご注意ください。終了させる場合はサイドボタンを押しまして、終了ボタンを押します。ということでですね、一通り使えるところまでの流れになりましたが、いかがだったでしょうか。なかなかお値段の割に高機能になっていますので、使い勝手がわからないという方もいらっしゃるかもしれませんので、もし参考になれば幸いです。というわけで、今後この Redmi Watch 3 Active のおすすめ設定の動画も作っていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。というわけで本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。